秋のフランケン地方のブドウ畑ウルバヌス一世は、ローマ教皇、キリスト教の聖人である。歴史家エウセビオスも、ウルバヌス一世について記しているが、伝説的なエピソード以外ではあまり知られていない。聖セ,セシリアの夫、ウェレリアヌスを回収に導いたのは、ウルバヌス一世だと言われている。彼の時代、ヒッポリュートスが、 ローマ司教としての自らの正当性を主張したので、後世にはヒッポリュトスが初の対立教皇とみなされるに至った。一方で、ドイツのフランケン地方では、ブドウやワインの守護聖人として名高い。これに関しては、反対派に迫害を受け、ブドウの木の陰に隠れるが、矢が当たって殉教したからとも、また、難を逃れたために、死後、 ワインの守護聖人になると誓ったからとも言われる。それとは別に、聖杯や聖体皿に、金、銀を用いることを制定し、その聖杯を侍期としたからという説もある。準教日は5月25日である。また、5世紀頃のラングレーの司教にも、ウルバンという人物がいた。こちらの準教日は1月23日であるが、やはり武道園主から崇拝されており、 両者が、いつしか混同されて、記念日も5月25日になったと考えられる。この日、かつては盛大な祭りが行われていた。当時の記録によれば、聖ウルバンに噴した人物が馬に乗って、学隊や農家の人々と共に、街中を華やかに練り歩き、進められるワインを飲み干して、姉妹には明定してしまったと言われる。地域によっては、ワイン売りが、 聖ウルバンの像を持ち歩いたり、司教感をつけて、馬で行進したりした。夜には、武道演習による宴会も行われた。この祭りは、殉教記念というよりは、むしろ、この時期に咲く武道の花によって、その年の豊作を占うための農民の行事であり、教会歴では認められていなかった。次第に、教会の厳格さと、相入れない、また騒動を引き起こしかねない。 乱チキ騒ぎに対し、教会や領主が、しばしば禁止令を出すようになる。事実、1549年に、死去エラスムドリンブールや、その2年後の1551年、あのオリシタンベール博により禁止されている。上田茂雄、ヨーロッパの祭りと伝承講談社学術文庫、1999年、174から180ページ。上田茂雄、 守護聖者人になれなかった神々中高新書。1991年。172から174ページ。ワイン好きなウルヴァンスブルーダー。ありがとうございます。